男旅2020スポンサー紹介、フリフリチキン知ってるかーい、カハナス鎌倉編。それではこちらのおすすめの、じゃーん、こちらのレモネードをいただきたいと思います。酸っぱいね。美味しいです。見てください、鶏が焼き上がってきました。さあ、いよいよ焼き上がりました。おお、すごい、うわ、ジューシー。すごい、香りも中からしっかり出てきますね。おいしい。はい、うちのフリフリチキンは鳥取県産の大山鶏を使用しています。40分かけて炭火でしっかり焼くので余分な脂が落ちてとってもジューシーに仕上がります。高花寺のフリフリクッカーのご紹介をぜひさせていただきたいと思います。これフリフリクッカーといいまして、フリフリチキンを2羽焼けるようになっています。スイッチを押しますと回転します。実はこれ自社製でして、多分日本にはうちしか作っていない機械だと思います。ここに鶏をつけてくるくる回して中に炭を入れて使います。これはビーチ仕様になっていて、タイヤがビーチタイヤをつけているので、砂のところに行っても全然持っていけるような、そういう仕組みになっています。ぜひ皆さんでバーベキューするときにフリフリチキンを焼いてみてはどうでしょうか。ということで、カハナスさんのご紹介でした。こちらのソースもですね、
本当にさっぱりして美味しい。僕はなんかちょっと買ってって豚肉とか炒めてみたいなと思いました。ぜひ皆さんもこちらでご購入されてみてはいかがでしょうか。以上、川那須さんから原田氏がお届けしました。それでは皆さん、ぜひ来てみてくださいね。さようなら。